宇治家清吉四代、宇治家清吉4月15日から1956年12月14日は、日本の政治家、宮城県多額納税者、知屋主、銀行家。元77銀行会長の宇治家栄一や、ダイヤモンドリース社長の宇治家拓也は息子である。宮城県伊グ郡角田町における、祖宝家であった、加藤清の野護を持つ宇治家家に生まれる。宇治家清吉の長男。 幼名、栄吉。旧正格打中学在学中、父である仙台、三代聖吉が死亡したため、同校を中退後、18歳にして家督を継いだ。全名栄吉を改め襲名した。大地主で商業、金融業、貸し事業を営んだ。また、角田郵便局長を務めた。仙台に出て、不動産事業や銀行経営に参画。 仙台新宅、昭和土地、仙台武道三角、取締役、宮城植林監査役などを務めた。貴族院多額納税者議員選挙の五選資格を有した。1927年には977銀行が宮城商業銀行、仙台工業銀行と合併したため、宇治家は同行取締役に就任した。この際には宮城商業銀行に、 多額の不良債権が発覚したため、氏家にも応分負担を求められ、資材を提供した。1932年1月、新潟77銀行が設立された際には、氏家は取締役に就任。その後、東取に昇格した。1936年11月、貴族院議員にご選された。1941年には、77銀行の 小銀行であった宮城銀行との合併を機に、新設された会長に退き、頭取には日本銀行検査部長であった柏木純一が招聘された。第二次世界大戦後、宇治家は再び頭取に復帰し健全経営を目指し、奮闘するも病に倒れ、1956年12月死去。四代目正吉は宇治江家をバンカー家計に変えた。 1938年、根樹法省を下支された。住所は、仙台市、長谷倉町。氏家家の室署は、城下町、角田の草分け名主の氏家家に仕え、宇治家照彦の6代前の聖吉の代にその、中勤が認められて、主家の姓を名乗ることを許された。4代目聖吉まで、代々聖吉を名乗った。明治維新後、氏家家は、角田県庁の御用商人になり、 味噌、醤油、酒等を商う一方、田畑を買い集め二代目で、近隣一致の大地主になった。三代目は若くして、県会議員に選ばれたが要請した。ありがとうございます。